ある天からアブラハムを呼んで仰せられた。これは主の告げである。私は自分に勝って誓う。あなたはこのことをなし、あなたの子、あなたの一人を惜しまなかったから。私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く待ち加えるよう。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって主のすべての国々は祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったのじゃ。こう言ってアブラハムは若者たちの人に戻って、彼らを立って一緒にベエルシェバに行った。アブラハムはベエルシェバに住んでいた。以上でございます。それでは神に従うアブラハムと申しまして、今日はお願いします。特別賛美、その前に、特別賛美でございます。山田さん、次の総理、よろしく賛美でございます。おはようございます。昨日ですね、小島新介兄弟の賛美の演奏の練習をしてたんですけど、そのブラジル人の友達からですね、その教会で賛美してくださいという連絡があって、今夜の8時から10時までなんですけど、その栗原さんと宇田さんの家の近くにあります、アセンブレイヤー協会というんですけども、日曜日の外でしているブラジル人の方が多いものですから、土曜日の夜ですね、あと日曜日の夜も礼拝をされます。で、マルコス先生がですね、今、それで牧師先生が来てくださるんですけど、マルコス先生の奥様もですね、別にお仕事をしながら、教会とですね、神様にされていらっしゃるんですけど、今日ちょっとわざわざ来てくださいましたので、ご挨拶だけお願いします。マルコス先生、どうぞ。あと息子さんの親友君も一緒に通訳してくれました。こんにちは。主の平和。主の平和。はい。そのうちでイエスの働きになったものを、ここにいてとても嬉しいです。ここに生まれて、僕にとって。Thank you.
それでは先生に神様に従うアブラハムと題して